紹介する名画はアンリー・バレ・カラッチの豆を食う男という作品です。イタリアを代表する画家カラッチの作品を見ていきましょう。カラッチはイタリア美術における初期バロック様式を確立した画家の一人であり、イタリア北部のボローニャを中心に活動した代表的な画家です。本作はその名の通り、ただ豆を食べている男を描いた作品です。しかもこのモデルが有名人というわけでもなければ、豆を食べることで何かを訴えようとしているわけでもありません。本当にただ単純に豆を食べる男を描いた作品に過ぎないのです。この作品が制作された1580年代前半のローマでは、イタリアバロック全盛期にあたり、宗教画や神話画、歴史画しか描かれることはありませんでした。絵画にも発注者に従って何かしらの意図を込めるのが慣例とされていた時代です。そうした時代にあって、この何のメッセージ性もない豆を食う男は特異な作品と言えます。そのため美術史的には非常に重要な意味を持っていて、日常生活の様相や風俗を主題とした当時史上初の風俗画となったのです。カラッチによって生まれたこのような風俗画は、やがて17世紀のオランダで盛んに描かれるようになったのでした。次回はスイスのあの画家を一緒に見ていきましょう。それではまた来週。